速稼塾の久保です。まあ皆さんね、得意分野で稼いでいきたいっていうのは誰でも思うと思うんですけども、今回はですね、私の得意分野の話を聞いてください。私はね、麻雀が得意なんですよ。まあ今ではもう何年もやってないんですけども、それでもね、麻雀結構勝てる方だと思うんですよね。では私がですね、一番麻雀をやってた時っていうのはどのぐらいの成績だったのかっていうと、まあ私はね、まあなんか今でこそ言えるんですけども、1000点50円っていうね、いわゆる点5の麻雀ってのをやってました。これはね、当然お金をかける麻雀です。でお客さんの立場で1000点50円の麻雀をやると、大体ね、麻雀って1着から4着まで勝負が決まるんですよね。割合としては1着の方がね、まあ大体2000円から3000円の収入が1回のトップ優勝で1位であるわけなんですよ。1ゲームだいたい50分、40分から50分ですね。だから40分、50分、まあ小1時間かけて、まあ、うまくいって3000円ぐらいの時給が入ると思っていただいていいのかなと思うんですよね。で、1着ばっかり取るわけではありません。2着の時っていうのはほとんどプラスがありません。まあ、出費がないぐらいのもんですよね。で、3着は、まあちょっと1000円ぐらいの出費があると。4着は、まあ2000円から3000円の出費があるっていう形になります。まあ、そういうような形で麻雀ってのは1着から4着まであって、1ゲームが終わると、まあいくら払うのかいくらもらうのかっていう風な結末を迎えるんですよね。で私の場合はだいたいね、1着になる率が5割ぐらいなんですよ。で2着になる確率が2割ぐらいで、3着になる確率が2割ぐらいで、4着になる確率は1割ぐらいっていう分布なんですよね。まあですんで、まあだいたい2回に1回は優勝するトップを取るんですよ。まあただね、2回に1回なんで、じゃあ2時間弱でね、3000円入るんで、時給で言ったら1500円ぐらいなんですよね。まあそうなると日当1万円ってむちゃくちゃ難しいんですよ。私の感覚で言うと6時間ぐらいで1万円持って帰るみたいな感じですよね。まあそうは言っても6時間やっても、まあ負ける日もあるわけですよ、やっぱりね。負ける日ってのはやっぱり5000円ぐらい負けちゃいます。まあ、大体1万円以上負ける日ってのはめったにないんで、年に1回か2回あるぐらいなんですけども、まあそう考えても得意分野の麻雀で毎日行っても月収30万ってむちゃくちゃ難しいんですよ。私の場合は大体平均で、まあなんていうの、2日に1回ぐらい麻雀屋に行ってですね、大体10万円持って帰れるか持って帰れないか、8万円の時もあれば10万ちょっと超える時もあるぐらいのもんだったんですよ。精一杯やってそれぐらいなんですよね。もちろん1日中麻雀やってれば、例えば1日6時間のところね、10時間ぐらいやったら、例えば15万ぐらいにはなったかもしれませんし、それこそ2日に1回っていうのを毎日のようにね、月間で22回23回とか行ったら、もっとね30万円に近づいたかと思いますけども、じゃあそれをね、仮に何年も続けるのかって話なんですよ。だから麻雀で勝つっていう人はたまにいると思うんですけども、まあね、皆さんの周りで麻雀で勝ってそれで暮らしてるよっていう人がもしいるとしたら、まあ大体嘘だと思った方がいいですよね。無理ですね。でもそれとも瞬間的にそうだった時があるっていうのをずっと語ってるってだけで、長くやればやるほどそうはいかなくなってくるんですよ。なぜなら対戦相手の問題があるんですよね。だっていつもこの人が勝つなと思ったら、いつまで経ってもそのね、残りの3人って相手してくれますかってことなんですよ。だから誰しもね、やれば負ける確率が高い人とやりたくないんですよ。お金減っちゃいますから、疲れますからね。まあそうなってくると、そんなに長い間勝率がね高い人、勝ちで目指す人とやりたいとは思わないわけですよ。でそうなるとだんだん対戦相手が減っていって、同じ店に行くこともできなくなって、要するに勝つがゆえにその市場を荒らしてしまうっていう現象が起きるんですよね。じゃあそれをですね、考えた時に何年も続けられるかな。そもそも自分が通ってる店がものすごいスピードで潰れるんですよ。私が行ってる時でも何店舗も潰れましたんで、3年間やってるところってのはほとんどないんですよね。で長年やってるところっていうのは、今度は中の人が入れ替わりすぎてなかなかうまくいかないということになります。でこれね、後での裏話になりますけども、私がお客さん時代に行ってたお店、それが閉店して、それからしばらくして私のお店が出たんですけども、まあ私がね、お客さんとして行ってたお店の従業員とお客さんを私が新しく出した店に、まあ概ねね、引っこ抜いてきたって話になりますけども、ただね、そこでちょっと裏話なんですけど、私が店に行くたんびに帰る人とか、それからお店のスタッフさんも、あ、久保さん来たからちょっと僕同卓できませんみたいな感じで対戦を避けるね、スタッフさんとかいらっしゃって、私はね、だから結構ね、待たされたなといつも思ってたんですよ。で人はいるけど待たされるっていうのをだんだんうすうす感づいてたんですけども、後で聞くとそういうことがあったんだなと思って、まあそうだよねと思ったところなんですよ。要するに勝ちすぎると市場がなくなるんですよね。まあこれ麻雀だけに限ったことかもしれませんけども、そんな形で私は麻雀のプロになることは
要するにね、麻雀で食べていくことはできないなと思いました。で、そっからね、麻雀店の経営になったんですけども、同じ理由で、お客さんがそうなんで、まさに麻雀店の経営っていうのは長続きしないと、本当その場しのぎの繰り返しなんだなっていうことを痛感せざるを得なかったんですよね。最近ではね、インターネットの放送とか組み合わせたりとか、プロの方と組んだりとか、グラビアアイドルみたいな女流プロみたいなね、若い女の子を使ってとか、もう完全に麻雀一本ではなくって、いろんなエンターテインメントをね、混ぜてきて、ゲームセンターとも提携してとかやって、なんとか生き延びてるみたいですよね、広告収入得たりとか。だからそういうんだ形になってくるとうまくいくんですけども、要するにインターネットとの組み合わせが麻雀界にも革命をもたらしたということなんですよね。で、インターネットを使えない麻雀屋っていうのはどんどんなくなっていく傾向にあるということで、私もまあインターネットをね使い切れなかった麻雀屋なんでなくなりましたけども、ただインターネットだけを使い切ってくると麻雀屋がなくても今やっていけるんですよ。じゃあここにですね、どんな不分率があるかというと、麻雀店をずっとやっててもそれこそね10年30年やっても未来はなかったってことなんですよ。で、今私はですね、まだインターネットを中心とした活動を続けて、まだね、10年にもならないんですよ。7年ぐらいのものなんですよ。でももうなんかね、一山二山与えて、まあ一定の地位を自分の中で築いたかなっていうところはあります。もちろんね、新しいチャレンジはこれからも続いていくと思いますけども、それでもですね、会社員をやったり、自分でお店をやったりするよりは、随分自由度が広がったと思うんですよ。で、これはね、私だけがそうなったのかもしれませんけども、少なくともこの動画を見てるってことは、この私の経験と私のお話の中にね、何かヒントを見つけようと思ってる方だと思うんですよ。だから申し上げますけども、せめて YouTube はやってくださいということなんですよ。 YouTube をやらずにもうね、この億万長者合宿を見る意味はないです。億万長者合宿を見るなら、自分も YouTube をやって視聴者数を集めて、再生回数を集めて、その中で人の心に響く発信をしていくんだ、それを毎日のルーチンワークにするんだっていう風な気概がないんだったら、もうね、億万長者合宿の動画を見ても全く意味がないんですよ。それこそね、朝のラジオ体操を毎日毎日やってるようなもんなんですよ。もう何にもないです。ただやったぞっていう、そういうなね、見たぞっていう風な、自分へのね、自己評価、自己正当化が上がるだけで何にもないですよ。で、逆にですね、この動画を見て、よし、自分も何かね、こういうふうな継続発信するぞみたいな感じで、なんですか、年収1000万円合宿みたいなね、そんな動画を始める方がいてもいいんじゃないかなと思いますよね。もうこれも小判ザメの一種だと思いますし、前から言ってますけども、この億万長者合宿のリレーっていうのは、1万本最低でも続くっていうふうに言ってますから、じゃあここに割り込んできてね、3人目の登場者として、3人リレーに加わってみるとかね、そういうチャレンジしてもいいんじゃないかなと思うんですよ。まだそういう挑戦すら発想すらないわけなんですよね。再生数は結構いただいてるんですけども、でもね、ここに絡んでいこうってするところまで意思がなければ、じゃあどうするんですかと。じゃあどういうムーブメントに乗るんですかと。それとも自分でムーブメントを起こすんですかってことなんですよ。で、確かに何かに乗っかるってことはいつ終わるか分かんないところがありますけども、ただこの億万長者合宿は続くでしょ。だからここに乗った方がいいと思いますよ。ここに乗ってそれを足がかりに億万長者合宿のリレーに乗ってみた結果みたいな、そんな動画で、ね、再配信するとか、そのインターネットビジネスで、暮らしている人2人の間にこう割り込んでみたけどもこうなったみたいな体験を話すとかね、それこそ今回の吉谷さんのなんかお話じゃないですけども、うつ病になってもうつ状態でも発信するみたいなね、そんなこともできるわけですよ。まあでもそう考えてみたら、結構私は昔うつでしたみたいな人はなんか結構いらっしゃるんで、自分のうつ病だった体験を話すことによってね、すごく共感も得られるのかなと思いますけども、私はうつ状態に入ったことは全くないのと、精神的に参ったことは一回もないので、もうね、そういう共感はね、なかなか難しいんですよね。私はこうでしたっていう、私はこんなネガティブでしたっていうことがないんですよ。ずっと楽天的なんで。そういう意味で言うと、私の方が不利かもしれません。のこんなね、何も考えてない人間ですから、何かに立ち止まったり悩んだりすることがないっていうのも、まあ、ある意味共感を得にくいのかなと思っちゃいますよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、まあ、一言、いつものように、やりましょうってことですよね。やりましょうってことです。やりましょうってことです。以上です。